ます。まとたくまみはたです。ね、なんでコンビ名を噛んだお前。なぜコンビ名を噛むお前は。コンビ名噛んでましたけどもね。せっかくなんでね、個人名も覚えてもらおうかなと思いまして。僕が愛知出身の西村一馬ですね。僕は三重出身のね、里中陽介って言うんですけど、ね。まあ東海のダウンタウンなんて言われてますけど、ね。呼ばれてない、呼ばれてない。まあね、見ての通りね、身長18センチ差のコンビでやってるんですけれども。どう見ての通りなんですか。分かんないし、そんなこと。ねえ、まあね、皆さんもね、はい、僕と同じ質問を彼にしたいと思ってると思うんですよ。どうですか。いや、寝癖もついてませんでしたし、チャック巻いてませんよ。いやーね、はい、君ね、はい、裁判員裁判ってご存知？いや、知ってますけど、いや皆さん、あの、僕に質問したいと思ってないでしょ。思ってるでしょうが。思ってない。思ってるでしょうが。ねえ、怖いですね、すいませんね、うん、いやー、あの、裁判員裁判ってあるでしょ、あの、数年前に採用された。そうそうそう。一般人6人を選んで刑事事件をテーマに裁判するシステムですよね。そうなんだ。いや、そうですよね。いや、まあ、皆さん知らない方多いと思いますけども、そうですよね。いやいや、実はその裁判員裁判に、はい、この私がオーディションで抜擢されまして、はいはい、いや、そんなことないでしょ。いや、劇団みたいに言えますけどね。あれオーディションじゃなくて直接ね、選考通知が来るんですよ。ああ、そうだ、だから先行通知が来たんだよ。あ、来たんですか。来たんだよ。だからちょっと裁判のシミュレーションしておきたいなって思って。あ、やっておいた方がいいと思いますよ。あ、はい、だから今日俺裁判やるから、はい、裁判再現するから、はい、ちょっと見とって、おかしいところがあったらちょっと、わかりました、注意して。はい、うん、それでは裁判を始める。被告人はどしどし前に出てきなさい。どしどし根拠でいいけどね。うん、だま、被告人の渡辺です。いや、被告人手錠以外自由すぎるでしょ。反復横跳びする必要ないから。海は広いな、大きいな。何なんですかね。それでは裁判を始めたいと思います。なお、この裁判は裁判員裁判で行います。裁判員の方は自己紹介を願います。いりますそれ。埼玉県から来ました、工藤春子、23歳です。趣味はお菓子作りです。いや、素性明かしすぎ、明かしすぎ。今日は頑張って判決を下したいと思います。いや、お前が下すんじゃないけどね。ヒューヒュー。いや、春子ちゃん、静粛に静粛に。被告人が静粛にって言ってる。裁判長のセリフでしょ。えじゃないですよ。しかもヒューヒューって言ってたやつは誰だよ。あ、傍聴席だよ、ガヤ用意。いらねえ、いらねえ。いらんか。他の裁判員はどこ。ああ、どうも、会社員の山田です。あ、山田さん。ああ、大学生の小倉です。あ、大学生も選ばれるんですね。引っ越しの酒井です。業者を帰って、業者混じってるよ。おお、くだらねえな、裁判なんて。いや、まあね、ランダムでね、選ばれるんでね、こう態度悪い人もいるんですよ、実際ね。ちょっと君、裁判中にタバコを吸うのはやめなさい。タバコまで吸ってるみたいですよ。もうほんま態度悪いですね。選ばれるんですよ。うるせえな、なんで俺を選んだんだよ、バカ野郎。いやいや、まあしょうがないし、そういうシステム。ちょっと君、いい加減名前を名乗りなさい。名前すらまだ名乗ってない。しょうがねえな、はい、芸人の里中陽介です。僕ですよね、それ。僕ですよね。いや、三重出身です。絶対僕ですやん。親からめっちゃ嫌われてます。そんなね、僕態度悪くないんですよ。それ何とも言えないですけど。でも弟の方が可愛がられてます。そう、何とも言えないですけど。あのね、そんな態度悪くないんですよ、僕。えそんなやつあるんだよ。本当だな。はい、本当ですよ、うん、はい、僕がそんなやつやるんで、うん、はい、あんたがそのやつ。あ、信じてください。私は本当は人を殺してなんてないんです。無罪なんです。しかしですね、渡辺さん。え？公園から見つか、あ、現場から見つかったナイフにあなたの指紋が残っていたんです。え？それでもあなたがやってないと言えるんですか？うるせえ、てめえもぶっ殺すぞ。いや、認めちゃってんじゃねえか。そこは一つ賢くやれや。ああ。だからって渡辺さんの犯行とは限らないと思います。なんだと？そうだそうだ。私も渡辺さんの犯行じゃないと思います。何してんすか。お菓子作り。いや、なんでここにあるんだよ。僕も渡辺さんの犯行じゃないと思うな。テニスやってます。もうコートですよ。手塚ゾーンがあまり崩せない。手塚ゾーンじゃないんですよ。手塚ゾーンが、あの錦織系っていう外国人強いです、ね、いや、日本人ですから。錦織系っていう外国人強いです、ね、外国でね。あの手塚ゾーンが、あの、これ受けるまでやっていいですか。無理です。あの、これ、あの全米オープンで使えると思うんで、あの、すいません、あの、液晶テレビってどこに置いてるんですか。佐川は帰って、あ、佐川じゃ、ごめんなさい。佐川は帰って。佐川はね、佐川はね、あの、2日前にやったネタなんだよ。そうですね。
さあの麻生がね出てきて2日前に佐賀を承知しろっていうネタやったんだよ。そうですね、ごめんなさいね、なんかいや申し訳ないですいや、一回やり直しましょうか。あ、そうだね、ネタグダグダしたんで、うん、やり直しましょう。うん、そうだね、一回やり直した方がいいね、はいはいはい、あ、まあ僕らね、東海のダウンタウンなんで、どっからやり直してんすかどっからやり直してんすか、二度とやらないって言ったでしょそう、確かにそういう風に神に誓ったような気もする。神に誓ったかは知らないですけどね、はいはい、でも裁判長がね、判決下すシーンやりましょう。ああ、やりましょうか、はい、それでは判決を言い渡す。皆さんお手元の D ボタンで。なわけないでしょ、中継とかやってないんですよ。あの黄色が死刑で青が無罪。極端すぎるでしょ、赤と緑で中間作りません？はい、あ、中間作った方がいい、中間作った方がいいと思います。あ、じゃあ今度こそ本当に判決を言い渡す。お願いします。主文、被告人には公正の余地がないと見なし、水攻めの刑、水攻めの刑、火破りの刑、火破りの刑、安田刑、安田刑、松坂慶子。いや、子がついちゃってるじゃん、最終的に。どんな裁判やねん。どうもありがとうございました。